続き言ってみよう。そうね、まさか、喋れないとは思わなかったわ。うん、でも生まれたばかりなんだから仕方ないよね。これから覚えていけばいいもんね。気合と根性ってなかなかの無茶ぶりね。私も、漢字の読みを気合と根性と勘で何とかしてみるよ。それはしっかり勉強しなさい。マスターしようと思ったのに、その前に目の前の漢字をマスターしなさい。しょぼーん。ほら、アマテラス様も呆れてるわよ。私のことは嫌いになっても、シキちゃんのことは嫌いにならないでください。あにゃにゃにゃ。感動したけど、シキちゃんには伝わらない。くそ、好感度アップ作戦か。まさかの計画的犯行。ふふ、私は計算のできる女なのよ。はいはい。ふにふに。ふにふに。シキの言葉が映ってるわよ。目が輝いてる。かわいい。アマテラス様にとって、ちょっとうるさかったみたいね。あ、慌ててるわね。あ、アマテラス様が怒っちゃった。というか、アマテラス様にはちゃんと通じてたんだね。うんうん。そうね、最初にも言ってたもんね。憧れの人に会えたら嬉しいよね。シキもすごく嬉しそうね。おお、確かに今は小さいよね。うん、言い返せないね。怒ったー。とやかましいわって初めて聞いたわ。確かにカップと同じくらいの大きさね。そこがまた可愛いんだけどね。サイズは自由の変えれるんだね。女神すごいわね。そういえば、まだ挨拶されてなかったわね。ふに、シキちゃん、私が主ですよ。おはよう。そんな壮大な言葉だったの。協力。私たちとシキちゃんの挨拶か。変なことは教えたらダメだよ。うん、これは悩むね。そうよね、時間帯で挨拶って変わるから。まあ、とりあえずおはようは朝限定って感じがするし、おはようはまた今度ということで。そうね、こんばんはは逆に夜限定って感じよね。それじゃあ、無難にこんにちは、はどうかな。そうね、私たちも最初の挨拶はこんにちは、だし、問題ないんじゃないかな。そうだよね、それじゃあ、シキちゃんに、こんにちは、って教えるね。覚えなかったみたいね。そうだね、言葉が通じないのはちょっとやりづらいね。まあまあ、夢を持つのはいいことだし。いえいえ、シキちゃんのためならなんてことないよ。ふに、ふん、さ、そうだったの。私たちだけ盛り上がってた感じだったのね。わあ、まあ、まあ落ち着いて。うわ、大変そうだね。え、移動するの？へえ、移動はサイコロを振って移動するのね。進学試験。進学試験って一体なんだろうね。さあ、想像もつかないわ。あ、下画面にマップみたいなのが追加されたよ。おうか、下画面に表示されているサイコロを振って移動するみたいだよ。初めての会話駅に着くね。到着じゃ。あ、到着したわね。ふにふに。うん、一体どんな試験をするんだろう。難しいのはやだな。
りしきちゃんも知らないんだね。なんか呆れてるみたいだけど、しきちゃんの夢だからね。目をキラッキラさせて、可愛いわね。へえ、女神にも向き不向きがあるのね。へえ、己の個性を磨くことで人格ができて、最終的に女神になれるんだね。それで個性次第でどんな女神になるかまではわからないんだね。ってつまり、私たちの育て方次第で式の女神人生が決まっちゃうってことじゃない？うわぁ、責任重大だね。それで、その女神になるための個性が育ってるか確かめる試練が、神格試験、って呼ばれてるのね。うわぁ、思った以上に大変そうだね。アマテラス様も合格しまくれって言ってるし、ここは頑張らないとね。おぉ、しきちゃんはやる気満々だね。ふにゃふにゃ。なんか不安だけど、しきちゃんに気合が入ってるなら私たちも頑張らないとね。あ、私たちにも後で説明があるみたいだね。神格試験で問われる5つの要素。根性、強さ、可視光さ、やさしさ、そして最後は美しさ。あー、最後言われちゃった。今の式のステータスはどうかな。おお、たくましさしかないね。これは思った以上に大変かもしれないわね。そうだよね、ついさっきしきちゃんは生まれたばかりだもんね。愛情を育む、そんな妄想はやめオーカ、私、さっきの笑顔で一発ノックアウトだよ。
もう、多かったら。でも、少し打ち解けれたみたいだし、よかったよ。ちきちゃんか、こんにちは。覚えたみたいだね。賢さも少し上がったわね。なるほどね。こうやってしきちゃんにどんどん新しい言葉を教えて、個性を育てていくんだね。うん、お互い一緒に頑張っていこうね、しきちゃん。うん。教えてください。あ、ちゃんと喋れてるよ。オウカさんのこと？え、私のこと？そういえばしきちゃん前回もお腹鳴らしてたわね。生まれてから何も食べてないもんね。食べ物？私の好きな食べ物か。そうね、オウカ、チキちゃんに教えてあげなよ。うん、私の好きな食べ物は、桜餅、だよ。桜餅。うん、発音も問題ないよ。桜餅。チキちゃんがオウカの好きな食べ物を覚えてくれたわね。覚えた。ありがとう、チキちゃん。覚えていったらいいよ。オウカさんに詳しくなった。うん。賢い。賢いよ、しきちゃん。うわ、オウカに子供とかできたら甘やかして育てそうね。行こう、オウカさん。うん、行こう、しきちゃん。私も忘れないでよね。忘れてないよ、せっかちゃん。ほら、せっかちゃんも一緒に行こう。うん、行こう。アマテラス様、待ってる。そうね、それじゃあ、先に進みましょう。うん、私たちの未来は明るいぞ。それじゃあサイコロ振るね。あ、今度は私に振らせてよ。いいよ、はい、せっかちゃん、行ってー。読んじゃ。初めての新駅に着くね。到着じゃ。さあ、次はどんなことが待ってるのかしら。あ、アマテラス様。ずっと待ってたみたいね。いやー、話してたら時間があっという間でー。チキちゃん、ここだね。怒ってる顔も可愛いよねー。そうね、確かにいつかはやらないといけないことだったわね。さっきのでも成長が足りないの。当然でしょ、合計で賢さは10しか上がってないんだから。あ、アマテラス様が新衣をくれるみたいだよ。へえ、新衣ってどんな服なんだろう。新衣。チキちゃん、まだお子だね。いやー、アマテラス様が派手なんじゃないかなーって思うんだけどね。私は今のしきちゃんも十分魅力的だよ。はい、はい、出来合いはそこまでねー。うん、せっかちゃんの意地悪。わー、すごく似合ってるよ。そうね、さっきより暖かい感じがするわね。ぽっかぽか。アマテラス様の力がこもった服なんだね。なるほどね、新衣を着ることでしきちゃんの力を高めることができるのね。すごい。揃ったわね。少しお日様近づいた。そうだね、また一歩前進だね。すごいわね、ほとんどのステータスが少し上がったわ。そういえば進化試験っていう試験があったんだよね。いろんな新衣を集めることが進化試験合格の近道ってことなんだね。新衣集めれば
お日様みたいになれる？だったら、君も一緒にいっぱい集めないとだね。ふふ、キキちゃんもやる気満々みたいね。本当に可愛いやつですな。もう進化試験を行うの？まあ、最初に比べてしきちゃんも少し成長したからなんとかなるんじゃないかな。そうだね、私はしきちゃんが無事合格できるって信じてるから大丈夫だよ。うん、私も信じてるから大丈夫ね。それじゃあ進化試験までレッツゴー。おお。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか？面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。